小塚選手です。お疲れ様でした。今フリーの演技を終えて振り返っていかがでしょうか。そうですね、やっぱり厳しい結果になってしまったなっていうのと、まあ、やっぱりね、まあ、気合だけじゃまだ到底この試合の緊張感に勝てないところにいるんだなっていうふうに実感しましたし、まあ、昨日も言ったようにやっと気が入ったところなので、まあ、これを真摯に受け止めて、まあ、やるしかないかなと思ってます。このフリーに向けては攻めの気持ちでということを強調されていましたが、その気持ちの部分ではいかがでした。そうですね、とにかく攻めて思いっきり行こうとしすぎて、まあ、6分間練習はちょっと調子悪くパラッパラになってしまって、まあ、それがかなり、まあ、心的に、まあ、作用したのかなというふうに思うのと、まあ、でもそんなことでね、やっぱり気になるようじゃまだまだ練習が足りないのかなと思ってます。このグランプリシリーズ、カナダ、ロシアと戦って今どんなこと感じてます。そうですね、もうやっぱりまだまだ全然、ね、グランプリを戦うような気持ちにもなってなかったところから今やって、まあ、まだまだこのグランプリシリーズという国際大会を戦う気持ちにはまだ追いつけてないのかなと思うので、もう一回気を引き締め直して、まあ、やりたいなと思ってます。ただこの先の小塚選手の活躍、期待するファン多くいると思います。そうですね、本当に、ね、申し訳ないですし、もっと、ね、皆さんにも喜んでもらいたいですし、ただ、ね、それをするためには僕がちゃんとした演技をしなければいけないですし、全日本では絶対、戻ってきますので、ぜひ待っててもらいたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。